皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は6月17日月曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。トモコを見つめるヨネさんの目がとても印象的でした。口では近づくなと拒否しているのに、今にも泣き出しそうな目をしていましたね。本当は二人で抱き合いたかったはずなのに、心情が邪魔をしてしまう。トモコが生きていてよかった、放送会に戻ってきてよかった、そんな気持ちがヨネさんの表情や身振りから読み取ることができましたね。戦争が終わって轟と再会した時のヨネさんは、以前に比べて丸くなったというか、言葉の端々から相手を気遣っていることがよくわかりました。そして今日のヨネさんは、一見すると昔のトゲのある感じに戻ったようにも見えました。でもトモコと会った瞬間、トモコが半自歩をしていると聞いた瞬間、ほんのわずか優しい雰囲気をまとっていましたね。あの顔だけで涙が出てしまいました。結婚が嫌だとか、その程度の理由で裕福な家の娘がヘラヘラと入学してきた、余計な世話ばかり焼こうとしてきて、でもものすごいガッツの持ち主で、いつの間にか彼女を尊敬するようになってしまった。そして彼女は女性初の弁護士になった。それがどんなに心を打ち震わせたか、ヨネさんがトモコに抱く感情は常に大きすぎて、その全貌を見渡すことができない。お前は一人じゃないとトモコに手を差し伸べていたヨネさん、でもトモコは妊娠したことを隠し、過労のため講演会で倒れ、弁護士を辞めることを伝えないでいました。ヨネさんを頼れなかったトモコと、トモコに頼ってもらえなかったヨネさん、お互いのことを大切に思いながらも、すれ違ったまま戦争が始まってしまう。そして女性弁護士の先駆者であるトモコが辞めることは、後に続こうとするヨネさんたちにとって非常にマイナスなことでもあるんですよね。何もかもごめんなさい、逃げることしかできなかった、裏切ったのは私だから、トモコは誠心誠意謝ってるんだけど、ヨネさん的にも視聴者的にも、どの謝罪も全部的を得てないのがわかるだけにしんどい。ヨネさんが欲しいのはそんな言葉じゃないんだよトモコ。トモコ、ヒャンちゃんともヨネさんとも生きて再会できたのに、トドロキと稲垣のようにハグして喜び合えない。おそらく今後涼子様や梅子さんとも再会できるんだろうけど、全員が海辺の近いから遠く離れたところにいるんだろうな。でもそれはトモコのせいではないんだよ。道雄のセリフ、あんた小橋って言うんだな、覚えたからな。これは明らかに第12話で女子部による模擬裁判をぶち壊した小橋に対するヨネさんのセリフ、お前の顔覚えたからな、これの意図的なリフレインですよね。小橋再会を喜びたいけど、ヨネさんが怖くて轟たちの方には行けない。でも道雄も怖くて戻れない。頑張れ、自業自得だから仕方ない、小橋頑張れ。戦争から戻り、花岡の訃報を知って落ち込んでいた轟、ヨネさんとの再会には言葉が出なくて、ただ見上げただけだったのが、今日は同窓会かと稲垣と抱き合い無事を喜んでいた。轟の心の傷が癒えることはないだろうけど、同じように傷つき孤児となった子供たちの力になることで、ほんの少し心境に変化があったのかもしれない。轟の言った虫の居所ってとてもいい言葉だと思う。その人の人間性のせいにせずに、たまたまそうなだけなんだよと
という猶予をくれる優しい言葉だよね。ヨネさんとうまくやっていけるトドロキが改めてすごいと思ったけど、同級生との再会をこんなにも全力で喜んでくれるこの人間力ならではだね。彼の笑い声と表情はドラマを一気に明るくしてくれるので、いろんな意味で大切なキャラだなぁと感じる。家庭裁判所設立にこぎつけたら、トモコを裁判官にするという約束。カツラバは面倒くさいといった顔をしていたけど、関係機関を回って頭を下げてくれたのかもしれませんね。でもそうしたことは絶対にトモコには言わないんでしょうね。変わり者であることは間違いないけど、誠実なカツラバが大好きです。電報が届いたのを見て、そういえば猪爪家は昔は家に電話がある裕福な家庭だったなぁと思い出し、そんな昔を振り返って不平を言わない猪爪家はさすがだなぁと思った。ふんどし姿の滝川さんと智子を二人っきりにして、ごゆっくりと去っていくひゃんちゃんに笑ってしまった。滝川さんが小橋や稲垣ではなく智子を呼んだのはなぜでしょうか。単純に男性陣が来れないことを知っていたのか、それともひゃんちゃんと智子を会わせたかったのか。ひゃんちゃんは智子と再会することを避けていたけど、何か心境の変化があったとか。わからないことだらけです。みちおくんくらいの年齢だと見た目は大きいけど心はまだ未熟なのに、年下の子から頼られる存在で、でも自分には頼れる人がいなくて威勢を張るしかなかった子もいたんでしょうね。子供が犠牲になってて辛い。正月の夜中に恩人でもある上司がふんどし姿になり、女性から水をかけられながら発する言葉を清書できる塩見さん、絶対に笑ってはいけない縛りでもあるんだろうか。あんなもの見せられたら誰でも爆笑するでしょうに。実質上の親分はこいつという轟きの言葉を聞いて、全視聴者がですよねってなったはず。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。